何あれ、はぁ、デート。それぞれ好きにやろうじゃないか。好きにやるってそういう意味、まるで昔の私じゃない。はぁ、あの男もう連れ込んでるの。私を家に入れてくれたのは付き合い始めて半年も経ってからだったのに。